どうしてわからないの？だからなんで言っちゃったんだよ。彼氏がいるって言っちゃってるの。わかんねえよそんな。なんで見栄を張る？お疲れ様です。ムービンです。今回もその声保留につきのゲーム実況やっていきましょう。前回はメイノハマさんのエンディングを迎えました。はい、メイノハマさんはね、男女間の友情が成立するを続けたいと、そのために、主人公との恋を保留にしますよというのが前回のオチでした。まあ主人公も別にコスミさんが好きなので、別にメイノハマさん好きじゃないんですけれども、はい、メイノハマさんに、男女間に友情が成立しないを教えようとしたんですけれども、メイノハマさんにミス化されてしまったよというパートでした。今回もやっていきましょう。で、天神さんのこれやりたいんだけど、実はねここ選択肢あったよね。メイノハマさんがキスしてるシーンを見かけるとこなんだけど、これ違うの選んだらどうなるか先にやりましょうか。はい、コウスケくん、キクガーク君、この後ちょっと早送りしちゃうか。多分これね、バーって早送りして、これ黙って立ち去るがあるね。ポチ。お取り込み中のようだし、早々に立ち去るとしよう。あの二人、まさかそういう関係だったなんてな。このまま柳川くんが勘違いしたまま去っていくって話なのかな。あ、終わりましたね。これ次の話何にもないのか。あ、何にもないんすね。はいはいはい。何もないんだ。まあ、OK です、OK です。それはそれですね。はい。というわけで、じゃあ、特にこれだと、ストーリーが進行しないっていうオチでしたよ、というところで、じゃあ、男は顔か性格かのストーリーを見ていきましょうか。これじゃあ、メイノハマさんのストーリーじゃねえや、選択肢をしてみるんだけど。どっちはい。ここで、天神さん選んでみましょう。まあ。柳川くんでもこのレベル差なら正しい判断ができる、ね、このレベル差言うて可愛いと綺麗で結構毛色違うぞ君ら2人。柳川くんひどい。この前私のブラスケガン見してたくせに。確かに見てたっちゃ見てた。あれだね、公園でのデートの話、なんだっけ、どこだ、公園デートのボート漕いだ時の話だね多分。てんてんてん。でさ、あ、こっから一緒だね多分ね。なんで喧嘩してたの。はい、こっから一緒だと思うんで、とりあえず早送りしちゃうか。はい、この後大野城会長さんが出て、結局は金をというっていう身も蓋もねえこと言いやがるっていうオチですね。はい、というわけで天神さんルート解放されましたか。来ましたね。天神愛子の彼氏役。ある日、天神に呼び出された。いつものごとくコスミの喧嘩と思っていたら、予想の斜め上の相談を持ちかけてきて、彼氏役をしろと。なんでですかね。見ていきましょう。どっちかというとたくさんの男を作ってるって。私と1日だけ付き合ってみない。結構先の時間軸だな。7月9日でしょ。多分あれだね、中央プラザのお話も終わって、下手すりゃ夏祭りのちょい前なんじゃないのこれって。結構後だよね。夏休み入って、夏祭りは嘘だけど、もっと前か、もっと前にデートしてて海に行くあたりかな。剣道部じゃないや、なぎなた部の2人と、恋愛応援委員会の3人で海行く展開があるんですけど、そのあたりだよね。夏休み入ってないのかな、7月の9日って。入ってないのかもしれないけど、でもその前ぐらいまで進行してますね、ストーリーとしては。は？はい、突然天神から呼び出された。相談があると言われてきたが、あまりに予想外の内容だった。二度も言わせないで私と付き合いなさい。別にいいっすよ。なんかあるんですか。それ何の冗談。天神さん的には結構柳川くんのこと下に見てる発言が多いから、一緒に歩くと品が下がるとか言いそうだけどね。はあ、こんな美人が真面目に頼み込んでるのよ。ウケんなこの女、腹立つな。アキちゃんそれマジ。なんで？めいちゃん先輩出ちゃダメですよ。わっこさんももう出てますね。役員さん影薄いんだよな。今 85% でさ、役員さんのストーリーってあんの？実はさ、私知っててさ、このゲームがリリースされてる時というか、私がプレイしてる時か、リリースはもっと前、2年ぐらい前なんだけど、このゲームをプレイしてる私の時間軸って何回も言ってるけど、その恋暫定につきっていうゲームがリリースされてるのね。まあ、それで私、このゲームの存在を知ったんだけど、過去編からやってんだけど、実はね、ストーリー繋がってるんすよ。繋がってて、今あらすじ言っちゃうとあれなんだけど、実はね、その恋暫定につきって次回作は、主人公がね、菊ヶ丘くんなんすよ。で、菊ヶ丘くんのストーリーなんだけど、どうやらね、役員さんとか、あと新キャラみたいな人がヒロインポジションなの。公式サイト私見たんだけど。
だからさ、役員さんのストーリーってないんじゃねって思ってこのゲーム今プレイしてて、ただ役員さんってなんか主人公と過去何かあったげな感じするじゃん。だからなんで出ねえんだ、または出てるのかみたいな話で今ねモヤモヤしてるんです。ただそれだけです。はい、よかったら皆さん両方プレイしてください。多分ね私の実況が投稿されるぐらいには皆さんその声保留につきもその声暫定につきもプレイできるでしょうと思うんで、はい、動画概要欄に載せてあります。はい、あ、そっか。そっかじゃねえだろ、もう出てんだよ。メイちゃんたちいたの？バレてえら。天神が呼んだのか。はい、矢野くんはもうわけわかんないからそう思うよね。そんなことしないわよ。なんでメイちゃんたちがここに。なんでいるんですか。アキちゃんがコウスケくん連れ出すのを見てたから、面白そうでつい。なんですかね、今回はあのコスミさん関係ないのか。結局どういうことなんだ。天神さんどうしたんすか。そうだよ、アキちゃんどういうこと。一日だけでいいから私の彼氏のふりをしてほしいの。なんで。特会引っかいしてんだからさ、なんていうの、むしろガードする必要ないんじゃないの。は？ガードが欲しいの。ああ、わかった。そんなこと言ってアキちゃんそのままコウスケくんと付き合うつもりだ。信頼ねえな、メイロハマさん親友じゃねえんか。まあ、男特会引っかいしてるらしいからな。回りくどいですね。回りくどいですね、役員さんまで呆れてますが。ガヤは黙ってて、私が柳川くんなんかと付き合うわけないじゃない。本当？わかんないよ、私メイルハマさんのエンド見てるから。結局まあコスミさんというヒロインがいるから、まあメイルハマさんと付き合わないんだなとか、付き合わないルートだからきっと天神さんも付き合わないんだろうなって思うじゃん。わかんないよ、やる気何やるかわかんないから。主人公の精神状況が変わることなんて全然ストーリー上あるからね。私は信じないよ、何もかも信じないよ。私の今目の前にあるストーリーしか私は信じないよ。さっき付き合いなさいって言ってたよね。一日だけって何。だから彼氏のふりしてほしいんでしょ。中学時代の友人が委員会行事で富士校に来るの。だからその日だけ彼氏役をしてほしいと思って。別に彼氏になる、彼氏役する必要あんの。友人が来ると彼氏役をしてほしいの間が抜けてんぞ。そうだよね、友人が来るからといって彼氏役をする必要ってあんの。どうしてわからないの。だからなんで言っちゃったんだよ。友人に彼氏がいるって言っちゃってるの。わかんねえよそんな、なんで見栄を張る。ははそういうことね。でも嘘はよくねえだろう。嘘はよくねえだろう。なんでそんなブイブイ来てんだよ、お前は神戸を垂れて許しを請う側だろっつって思うけどね、個人的には。てか天神に友達いたんだ。いるだろ、隣にもいるじゃねえか、左隣にもいい後輩がいるじゃねえか。いるだろ少しぐらいは、お前だって菊川岡くんいるんだから。その時にはいたんだから、別れたって言いたくないのよ。可愛いな。ちょっと可愛く見えてきたわ天神さんが。いや私めんどくせえ女好きだからな、結構ギャーギャー言ってる女が好きだから、バブってる女が好きだからな。確か中学時代の天神は周囲から相当恐れられ崇められていたと聞いたことがある。高宮一の、側転部校、なんか側転部校っていうあれだね、なんかそういう女性の偉い人がいたみたいな話だね。それが当時の、天神の通りなら。結構ね、ウィキ、調べたらウィキ出てきたんですけど、結構珍しい名前っていうか、ワードだから、作者さん、いいとこから持ってきたなと思ったの。びっくりしたんですけど、この、側転部校って言葉。あ、でも、別に俺じゃなくてもいいだろ。まあ、菊川家とかいるしな。別に、他のモブおじじゃねえや。モブおじってなんだ。モブ生徒でいいんじゃないの。確かに。モブおじはエロ同人誌だろ。誰も好き好んで柳川くんを選ばないわ。だけどその他の男子だと私のことを好きになっちゃうかもしれないじゃない。あ、それだとめんどくせえと。もうコウスミさんが好きな主人公だから、まあ、絶対私のこと好きになんないっしょっていうところで、その方が後腐れなくて楽じゃねってことか。後腐れない柳川君が好きにと思ったまでよ。同じ単語が出ました、ね、理由になってないぞ。理由にはなってんだろ。じゃあ生徒会は仕事としてやってくれんじゃん。あ、そういうこともあんのか。生徒会はダメよ。なんで。なんで。そうだよね、ハキちゃん生徒会には元彼がいんの。まあいろいろと事情があるのよ。どんだけ付き合ったので、どんだけ振ったの。どんだけやったの君は。どんな事情だよ。生徒会にも元彼いて、クラスとかにも元彼いて、この学校に何人元彼作りました。
とりあえず天智の話は断っておいた。断ったの？あのルックスだ。彼氏役の一人や二人すぐ見つかるだろう。あの面食いな天神がどうして俺なんかをチョイスしたか全くわからない。いや、さっき理由述べてたよ。コスミさんっていう人がいるから後腐れもないと。で、生徒会は生徒会で元彼がいるから、元彼は言ってないけど、元彼がいるから多分選びにくいと。他のところも多分元彼が鎮座してるんじゃないですかね。元彼が鎮座ってワード、そうそう出ないと思うけど。柳川君、出た。アキちゃんの話断っちゃったんだ。どうしましたか？おそらく人間ではないだろうと思われる大野城会長さん。大野城先輩、知ってたんですね。何でも知ってますね。なんか元ネタがあるのかな。本校のことなら何でも、ね、大野城って言葉に。学年一の美人と付き合えるチャンスなのに。もう、まあ、もうそれ言うと大野城会長さんの方が可愛い感じしますけどね。可愛いっていうか綺麗か。付き合うんじゃなくて彼氏役ですよ。まあそうね、実際付き合うわけじゃねえよって。どっちも似たようなものじゃない。うまくいけばそのまま付き合えるかもよ。いや、柳川くん、小澄さん好きなんで。天神は即否定するでしょうね。俺を選んだ理由、後腐れないからって言ってましたし。まあそれで OK を出すほど柳川くんもまだ友好関係として深くないんだろうね。でも最初の出会い方が最悪だからな。あの恋愛応援委員会になんか邪魔されてますっていう出会い方だから、まあ天神さんにそこまで好感度高くねえんだろう。アキちゃんもよく言うね。あの大野城先輩、ちょっと話変わりますけど。何聞くんですか、柳川君。どうしたの？天神って生徒会メンバーと仲悪いんですか？あの名題の流れでさ、元まで言ったらさ、元彼じゃねって思うけどね。さあどうだったかしら。どうして？私はその場にいて、なんか言葉だけを耳に入れてるんじゃなくて、文字のテキストとして今の元彼の元を見たから、多分元彼かなって思うけどね。まあ多分その場にいたとしたら、元のもぐらいで多分止められてるから、多分わかんないんだろうね。今回の件、俺は生徒会に依頼すればいいと思うんですよ。だけど拒否られて、うん、気になるんならもう一度聞いてみれば。お前が考えろよと。あの多分重要な時にしか手を貸さない神様みたいな感じの立ち位置なんだろうな。いや、そこまでは。生徒会として協力できないんですか？生徒会として協力する義理はないんじゃないの。うん、アキちゃんからの依頼なら別だけど。あ、本人からならいいの。というか柳川くんもそれを聞いてくる時点で何とかしてあげたいんじゃない？確かに、それはそう。だったら協力してあげればいいじゃない。もうすでに協力してあげればいいじゃん。彼氏役を引き受けろと。まあそういうことや。そういうこと。そうだ、そういう二人でゆっくり話す場を設けてあげる。え、そうすれば聞きたいこと何でも聞けるでしょ。ああ、何でも何でも聞いちゃうか。何を企んでるんですか。天神さんのいろんなこと聞いちゃおうかな。やっぱでもすぐにわかるわ。あー、なんか満面の笑みだな。この人またろくでもないこと考えてんじゃないか。いつもろくでもないこと考えてそうだね。そういう優越があるのかな。でも肝心な時助けてくれたし、バカにするのやめとくか。強がってても内心弱ってたりするから。あ、そういう人っぽい。そんな風には見えないんですが。そういう人っぽい。そしてそういうところに聞かれる。プレイヤーはそういうものです。でもギャルゲットはそういうものです。もしアキちゃんが打ち明ける気になったら、ゆっくり話を聞いてあげてね。話聞くことには長けてるからな、この主人公。聞きましょう。その時はもう1ストーリーぐらいできるかな。はい、というわけで引き続きやっていきますが、 88%、 あとストーリーも少しだな。キスしないと出られない部屋。エロ同人誌みてえなのが始まった。あ、中央プラザ。あれ、中心プラザだ。あれ、復活してる。そうだね、2枠ないなと思ったんだけど。あ、じゃああれか、それが終わった後か。中心プラザ選べなくねって思ってたんだよね。あった？あったけど私クリックしなかっただけかな。なくなってんじゃんって思ったけど。そんなことないのか。びっくりした。よかった。なんか中心プラザでのこの菊が丘ストーリーさあ、先見ちゃうとこれできないのかな、この2枠とか思ったけど、そんなことないんだ。いいですね。いいプログラミングですね。第30話、キスしないと出られない部屋、選択肢もありますね。下校中、取り壊し中の中心プラザが気になり入ると、今一番会いたくない人物を出くわしてしまう。ああ、じゃあ、あれかな、天神さんかな。見ていきましょう。じゃあ、これやったら多分、終わりかな。大野城先輩は、結局何が言いたかったんだろうか。今の状況を楽しんでるだけな気がする。どうして中心プラザが？あれの後なの？時間軸的には。入り口
空いてる。どういうこと？どの時間軸これ？え、まっすぐに家に帰るなんて選択肢取るわけないじゃん。え、これってどの時間軸？菊ヶ丘の菊、どうして中心プラザがって言い方するなら、多分菊ヶ丘のストーリーやってると思うんですよ。意味がわかんない人は菊ヶ丘のストーリーの部分見てほしいんですけど、パートいくつか私忘れちゃったけど、入るしかねえよな。あ、これは多分どっちやってもいいようになってますね、これは。はい。多分、どっちに転んでもいいようになってる。菊ヶ丘のストーリーで多分、中心プラザ、もう言ってるようなもんだけど、中心プラザって実はないんですよね。実はないので、なんで、あるのっていう風に主人公が言ってるのかなって思ったんだけど、普通に営業してるのかって言ってるから、この時間でなんで営業してんだっていう意味だね。だから、菊ヶ丘のストーリーやってなくても、わかるようになってるんだね。まあ、そこは配慮されてますね。菊ヶ丘のストーリーやらずにこっち来る可能性もあるからね。客はおるか店員すらも一体どういうことだろうか。まあここがそういう特殊な場所だからだね。誰かいるの？って天神？一番会いたくない人、めんどくさいね。今ちょうどなんか彼氏役断ったばかりだから。柳川くん、どうしてここに？まさかつけてきたの？これ天神さん的にこの場所はどう映ってんの？んなわけあるか。あ、だって中心プラザが気になって見に来たんだ。天神こそこんなとこで何を？なんで営業してんだこんな時間にみたいな。私も同じよ。特に柳川くんにだけは会いたくなかったわ。ああ、天神さん的にもなんでここのこんなところにまだこの時間でやってんのって話。それは俺もだからな。一緒やん。全フロア見たけど誰もいないみたい。怖いね。とても不気味。私はもう帰るわ。帰りましょう。それだけ聞いて満足だ。俺も帰るか。なんか誰も客がいないのに普通に入れて、営業時間終了してんのに入れるんでしょう。怖いよね。あら、こんなところに扉あったかしら。大野城会長さんが見せてんのかな。大野城会長さんがちょっと人じゃないというか不思議な力持ってそうな感じは実はしてるんですよね。でそれでこの状態のことを大野城さんがなんかさっきの部分で言ってたから、大野城会長さんが今まで見せてたのかな、この風景って。菊川岡くんのためなのかな、それは。もともとは、いや、なかったと思う。こんな部屋みたいなところだったっけ。なんか謎なエリアができてるみたいですね。開かない。じゃあ帰りましょう。何してんだ。入りたいの？見てわからないの？扉が開かないのよ。もしかして測ったわね。測ったのは大野城会長だと思います。プレイヤーとして一票入れさせてください。何よだよ。私を閉じ込めて何のつもり？怖いだ、それはそれで。おい、バカ言え。何もしてねえよ。ちょっとどいてみ。おら、おら、ダメだ、びくともしない。柳川くんのパワーでもダメですか？とりあえず誰か助けを呼ばないと。県外。やばいじゃん、絶体絶命。キスしないと出られない部屋ってどういうこと？どんなキャリア使ったら、はい、市内で県外に。俺のも県外。ソフトバンクかな。おいおい、やめろ、他の会社を下げるな。ドコモじゃないからか。どうなってるの？誰かいませんか？大野城会長、それはちょっとやりすぎなんじゃないですか。最悪よ。怖いね、ちょっとね。諦めんなって。最悪でも閉店時間になれば誰か消灯に来るって。いやよ、こんな美人が柳川くんと二人きりなんて。いつ襲われるか分かったもんじゃないわ。襲わねえよ。何もしねえよ。どんだけ警戒されてんだよ。そんな警戒してるやつに彼氏役頼もうとすんな。気が動転してつい本音が。やめろ。あ、営業時間終了ですか。柳川くん、アキちゃん、うん、どうやらお困りみたいね。大野城会長さん、出てきていいんですか、それ。この聞き覚えのある声は。大野城さん、どうしたんですか。会長ね。いいんですか、出てきちゃって。なんとここは、キスしないと出られない部屋なのだ。雑な同人誌の入りみたいなの入りましたけど、大丈夫ですか。雑ですけど。まあ、すぐエロ行為に運ぶエロ同人誌みたいになりましたけど、大丈夫ですか。そういうのいいですから。早く出してあげてください。会長、
いたずらにしてはやりすぎじゃないですか。別に好きでもないじゃんこの二人。じゃあとは二人にお任せするわね。どういうこと？なんかすごい無理やりすぎん、すぎん。何がじゃあなんですか。全然意味がわからないです。はい、積みました。ここから出してください。柳川くん必死すぎんご。めちゃめちゃ必死に言うじゃん。健闘を祈るわ。健闘って何？最悪。誰と戦うんだよ。何が目的なんだ。マジでわかんないね。お遊びの一環かしらね。すごい権力持ってる人だなって思うのかな、大野城さん。なんかデパートの管理までしてたんかみたいな。いくら生徒会長とはいえ、高校生のできる範疇超えてんぞ。あ、それはそうだな。でも現にこんな状況であのアナウンスも聞いた。会長絡みで間違いないはずよ。ここから出る手段を探しましょう。探そう。キスしないと出れないらしいんで、まずはキスしますか。カス、ムービンカスすぎますね。扉を蹴っても体当たりしてもびくともしない。天神も扉に張り付き試行錯誤していたが、体育座りを決め込んでしまった。物悲しげな表情を浮かべている。そんなに俺と同じ空間にいるのが嫌か。気まずい。何か話さないと。この険悪ムードは耐えられそうにない。だが間違えてもキスをしないと出られない部屋の話題だけは触れてはいけない。変な発作を起こされても困る。大丈夫か。変な発作って何。疲れてるみたいだな。全然大丈夫じゃないわよ。よりによってなんで柳川くんなの。最悪。なんでそんな柳川くん嫌いなの。じゃあ誰ならいいんだよ。例の元彼か。例の元彼ってどの元彼よ。いっぱいいるんでしょ。次その話したら蹴り潰すわよ。はい、地雷踏みました。何をですか。何をですか。何を蹴り潰すんですか。いい、今から私の半径100メートル以内に近寄らないで。100メートルだいぶ遠いね。この部屋の中にいるだけでダメだよ。この部屋突き抜けてんぞ。距離も測れないのか。じゃあ5メートルよ。可能な限り離れろってこと。こんなにも譲歩してあげてるんだから、近づけば即攻撃に移るわよ。じゃあ部屋の端っこに行きますか。対面に行きますか。はいはい。天神様の近くには寄りませんよ。仲悪いな。こんな美人と二人きりだからって美味しい展開があると思わないことね。確かに天神の言う通り、こんな美人と密室に二人きりなんて変な気を起こさない方がおかしい。そうなの。そうか、その後の人生とかその後の学校生活に絶対影響があるから変な気起こさないけどな。普通まず何とかして警戒を解いてもらわないと。天神ってことあるごとに美人って言うが、本当にそんなに美人。何。コスミの方が断然だぞ。断然だよ。足元にも及ばないよ。はあ、あなたどこに目がついてるの。コスミさんは確かに顔がいいけど私ほどじゃないわ。どこに目がついてますかね。眉間の両サイドについてますね。よくそこまでの自信が持てるな。そうね、バリ自信あるよねこの女。自信じゃなくて心理よ。私以上の美人はそうそういないわ。確かに天神は美人だ。だがコスミは美しさに相まって可愛さのベクトルを持ち合わせてる分強い。お、サブウェポンを持っていると。美しさだけじゃないよと。武器が複数個ある。お前にそれが真似できますかと。可愛げがないって言いたいわけ。美しさのベクトルだけでも私が圧倒的よ。一点集中型ね。天神さん美しさベクトル一点集中型ね。そしてコスミさん美しさと可愛さを両面持っている、まあ、セカンドウェポン型ね。はい。でも内積はゼロだ。面積で捉えるんか。どんな理屈よこの理系人間。そうね、2本のベクトルがあれば内積測れるんで、まあ、1本しかないと1000なんでね、面積はないですね。とにかくそんなコスミにも手を出してないんだし、もう少し信用してくれてもいいんじゃ。話題の運び方うまくね、柳川くん。そういうことね。警戒レベルコスミさん好きに免じて警戒レベルは下げましょう。そんな嫌かい。男とっかいひっかいしてるんだし、ワンチャンなんなら主人公の柳川くんも選んでくれてもよくないですか。剣技が晴れて何よりだ。だけど深いレベルは最高潮に達したわ。まあそうね、別の女と引き合いに出されたからね。難しい塩梅だな。この険悪ムードはどうにもなりそうにない。お、沈黙が流れますね。昼間の話なんだが、なんで生徒会に頼まんのみたいな話すんのかな。昼間彼氏役を依頼してきたじゃん。どうして俺なんだ。自分好きになんないからじゃない。
またその話。ちゃんと説明したじゃない。言うほど説明したか。後腐れないからだろ。分かってるじゃない。そして話を断った。だからそれで終わり。一度は断ったが、あの話受けていいぞ。受けていいんだ。あら、こんな状況でどういう心変わりかしら。好きにでもなった？そうね、この状況に入ってきてその発言をするってことはなんか好きになったんかなって思うよね。心変わりはしていない。そんなことならすでにコスミに手を出してる。まあ、そんな奥手じゃなけりゃコスミにもう告白しとるわってことね。確かにそんなことになかったわね。腹立つわ。じゃあどうして？腹立つんごね。天神が困ってるなら協力したい。はい、優しい。好きになっちゃうな、柳川くんのことって。プレイヤーのお前は男なんか女なんかって話だけど。何よそれ。困ってるって言わせたいわけ？惨めだと思ってるの？惨めとは違くない？そんなことはない。天神は憧れの存在でいてほしいし。あげてくじゃん天神さんのこと。中学時代の友人の前でカッコ悪い姿を見せてほしくない。だから協力したい。天神さん憧れの存在でいてほしいってかっこいいね。だが本当に俺でいいのか。仲良しじゃん。私も柳川くんを選ぶ予定じゃなかったわよ。どういうこと？何かあったのか。いつもの天神らしくない。お前じゃなくて別のやつがいたんだよみたいなことか。私らしくない。もうしつこいわね。そんなに聞きたいなら教えてあげるわよ。それは協力するんだから教えてくれてもよくない？やっぱり何かあったのか。この話を元彼全員にお願いして全員に断られたのよ。つらすぎんご。なんででも元彼にお願いすんの？元彼嫌に決まってんじゃん。そんなん彼氏のふりしてって。え？絵ではないでしょ。元彼にすんな、おかしいよ。私の頼みを無下にするなんて許せない。ブチギレじゃん。いやでも元彼は嫌だよ多分。3人連続で断られたら私だって弱気にもなるわよ。なんで元彼なの？新しい人でいいじゃん。あ、でもそうするとあれなのか、後腐れなくないのか。だから好きになられるとめんどくせえなって思ってんのか。彼氏役をしてほしい。だからあくまで彼氏になってほしいわけじゃないから、それがめんどいのかな。だから柳川くんなのかな。あと生徒会に頼む話だけど、元彼がいるんでしょ。生徒会には元彼がいるのよ。だから身近で頼れる男子は柳川くんだけ。柳川くんしかいなかったのよ。これ可愛いな。これ好きになるね。これ結構プレイヤー結構このキャラ好きなんじゃない、この発言。こんだけなんだろう、自信満々な女なのに急に弱いとこ見せてくんじゃんみたいな。しくった、そんな地雷を踏んでしまった。もともと地雷原走ってたけどね。アリゲン地雷原走ってたよ君。これで満足？私のこと惨めと思ったでしょ。惨めとは思ってないけどね。満足するか、むしろ不満だ。おお、そんなこと言う。天神が評価されないなんて絶対におかしい。評価されないとかじゃなくない？やっぱさ、元彼だからさ、なんで俺のこと振ったとか、逆またはしかり、自分が振った相手の協力しなきゃいけねえのっていう気持ちで断ってんじゃないの。評価されないとかじゃない気がするけど。何それ、慰めてるつもり？慰めてるつもりなんじゃない。慰めても聞かねえだろ。どうしてそこまでして別れたことを隠したいんだ。完璧主義なのかな。中学時代私は完璧で憧れの的だったのよ。彼氏と別れたなんて言えるわけないじゃない。恐怖の象徴の間違いでは。側転不幸言われてたかな。過去の天神に一体何があったんだ。まあ、あらゆる意味で完璧な人だったのかな。言いたくないわ。その完璧な理想像を崩したくないのか。頼む、教えてくれ。かっこいいぞ柳川くん。どうした？はあ、この異様な空間のせいかしら。この私が話を聞いてほしいだなんて。こんな吊り橋効果を発動させないと心を打ち明けてくれないほどこの子の心は固いんだろう。話してくれるのか。ええ、どうせ暇だし。これ多分次の輪になるぞ。ちょっと長くなるけど聞いてちょうだい。これ次の輪になるぞきっと。はい、いい感じで区切れましたね。はい、というわけで次回はこの中心プラザの31から始めましょう。
31話、天神明子さんだね、どうやら天神からの、嫌疑を晴らすことができた。なぜここまで中学時代にこだわるのか教えてくれ。あ、そっか、なんでこんな完璧主義を通すんですかというストーリーが多分ここで明らかになりますね。はい、というわけで次回はここからやっていきましょう。今回はここら辺で収録切ります。はい、ご視聴ありがとうございました。ムービーでした。バイバイ。